だいぶ気持ちよさそうにお昼寝です。犬の秘密基地ナウ始まるよ。トイプードルのポポとミニチュアシュナウザーポールの出会い。どうも犬の秘密基地です。ポポ&ポールが挨拶を交わしているようです。ポポちゃんもようやく慣れてきた感じでしょうか。おやつもしっかり食べるポポちゃん、ちゃちゃまるくんが狙ってます。今日もおっぴろげ状態で寝るあんくん、だいぶ気持ちよさそうにお昼寝です。ボールくんもいつもの場所ですやすや状態です。お昼はみんな寝ちゃっていますね。いや起きないんかい。みんな寝ている中、トイプードルの梅ちゃんとミックスのチップくんは二人でなんかうろうろして元気です。今日はいつもの場所で寝ないスワマくん、しばらく経ったらトイプードルテト君のテンションもちょっと上がってきたようです。さすがに遊び疲れたのか、梅ちゃんもようやくお昼寝に入ったようです。そしてふうさんもトイレとかでちょいちょい起きていましたが、本格的に起き始めたようです。なんだ、なんかめっちゃ見てきてます。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私ふうさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。